はい、こんにちは。宝徳太です。今日も動画を撮っていきますけれどもね、超お得な情報をお届けしたいと思いますので、楽しみにしていてください。ね、そして YouTube のタイトルがちょっと刺激的な、これって権利収入？みたいな形でね、上げてますけど、まあ、今日はね、ノウハウ系の、動画となるんですけれども、本当に実践するとですね、結構早い段階で、ね、数万円の、収入が得られる情報となっていますので、ぜひぜひ、聞いて、最後までね、楽しみながら聞いてください。はい、それでは早速いきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、今回、紹介する、このね、まあ、実はポイントサイトを使うんですけれども、いわゆる自己アフィリと言われる、ものなんですね。アフィリエイトというものを聞いたことあると思うんですが、この、まあ、商品をね、紹介して、まあ、手数料を、もらうというような。で、僕もよく Amazon のアフィリエイトとかね、その他いろいろやってたんですけれども、このハピタスが一番今熱いんじゃないかなというところで、やっていきたいと思います。それではね、まず Google で検索、ハピタスと検索すると、まず出てきますので、こちらをクリックしていただきます。そしてですね、まあ、多分初めての方がほとんどだと思うので、新規会員登録をクリックします。そうですね。なんかいろいろと広告が、提携企業があるようですけれども。じゃあ、まず登録の前にですね、自己アフィリのね、ちょっとこう概要っていうのをお説明していきたいんですけれども、この自己アフィリエイト、何ぞやということですけど、まあ、こちらの右上のですね、アプリケーションサービスプロバイダー、ASP というものですね。こちら、この ASP というのが、いわゆる、このハピタスに、今回はね、ハピタスに当たります。ただこの ASP、この会社たくさんあるんですね。まあ、A8 ネットとかね、たくさんあるんですけど、やっぱ現玉とかもありますね。なぜハピタスがいいのかっていうのはね、後ほど紹介します。で、例えばですね、この企業、広告主である企業がですね、この広告費をですね、ASP、ハピタスの方に支払いをします。そして、この私たち、まあ、いわゆるアフィリエーターですね、と言われる、私たちですね、が、例えばこの企業の商品を購入します。購入します。購入したり、まあ、サービスを受けたり、そういったことをすると、この、成果に応じてですね、このハピタスから私たちに、成果に応じてね、報酬を支払うという感じなんですね。要は自分で、まあ、サービスを本当に利用して、自分で利用したサービスに、の方へこうね、報酬をもらうという、自分で、購入するアフィリエイトですね。アフィリエイトは、例えばブログに貼って、このブログを見た人にこう、購入してもらうんですけれども、今回は自分で購入、ね、とかサービスを利用していく形になります。購入というよりは、まあ、サービスを利用する観点ですかね。まあ、購入すると結局自分でお金を払ってしまうので、今回はそのお金とかこう軍資金というのを、必要としない、情報となりますのでね。では、ハピタスに戻ります。じゃあ、この賢いハピタス生活を始めるというところで、まあ、ここでまあメールアドレスですとかね、まあ、パスワード、あとはニックネーム、ね、もう私は登録してあるので、こういうふうに入力されてしまうんですけれども、例えばですね、まあ、このステップ1、会員情報を入力して、この、メールアドレスに確認のメールが届きます。で、その確認のメールの、方をね、URL、クリックすると、例えば属性情報を入力ということで、このそれぞれね、簡単ですけども、入力していく、項目があります。そして最終的に、メールの方を、送信をした後に、電話番号認証ですね、あなたのお使いの電話番号を認証した後に登録が完了となります。これね、ちょっと一連の流れをこう、カタカタやっていくと結構時間かかるので、今までね、こういった登録フォームを使ったことあるかと思います。もうそれとほぼ一緒ですので、まあ、最近はね、やっぱり電話番号認証とか、やっていく、サイトが多いですのでね、これしっかりやっていただいて、登録を完了してください。そしてですね、登録が完了しますと、
ログインします。はい、そうするとね、こういった画面になります。結構ね、いろんなこうサービスがずらーっと並んでね、こう、何から手をつけていいかわかんないという、状況ではありますけど、そうですね、まず、おすすめの案件というかですね、まあ、自己アフィリエイトの、まあ、鉄板ですね、鉄板があるんですけど、お伝えしていきますね。例えば、この、画面のですね、この上側、サービスで貯める。というところでですね、まずおすすめなのが、このクレジットカードですね。このクレジットカード。そうです。もうお察しの通り、クレジットカードをですね、発行することで、報酬が得られるんですね。はい。まあ、ざっと出てきましたけれども、例えば楽天カードですね。楽天カードさんですと、ちなみにハピタスは1ポイント1円の計算になるので、ここですと、楽天カードを作るだけで1200円もらえることになります。はい。プラス宝くじ交換券10枚ってなってるんですけど、これ何でしょう。例えばじゃあその下ですね。ファミマ T カード。はい。これを、新規カード発行で3250円。まあ、キャッシュバックと言ってもいいんですかね。ポイントが入ってくるので。はい。ちょっとこのファミマ T カード詳細を確認してみましょう。はい。このポイント対象条件。これね、ポイントをね、獲得する条件があるんですけれども、ちょっと読み上げてみますね。新規カード発行完了。カード受け取り完了はね、もう必ず受け取ってください。はい。作る、申し込むだけではね、ポイントは、つきませんので。はい。そしてですね、ですね、ここは。まあ、私もですね、このクレジットカードを作って届いたときにですね、やはりポイントはすぐ、つかなかったんですよ。なんでかなと思うと、まあ、一回ね、カードによっては、一回利用しないといけない。例えば、まあ、500円でもいいですし、コンビニでの買い物でもいいですし、そういったもので一度、利用をね、した次の日にもうポイントが、ついたということもあるので、それはまあ、それぞれちょっとカード会社によって違うので、しっかり対象条件というのをですね、確認してください。そして、ポイントが却下条件というのもありますね。まあ皆さんは、ね、あなたは多分大事だと思うんですけれども、まあ、虚偽の、架空の登録ですとかね、まあ、いたずら目的でやったり、まあ、あと、もし、ヤフーカード、ファミマ T カードを持っている方は、残念ながら、この重複するので、作れないんですけれどもね、そういった場合は別の自分が持っていない、クレジットカードを、作ってくださいね。はい。まあ、ただ、普通に、申請をね、申し込みをして、そのカードが届いて、まあ、ちょっとした買い物をしてということであれば、ほぼほぼ、登録、ポイントの方は、しっかりつきますので。で、一点、注意していただきたいんですけれども、例えば、このカード、クレジットカードを持ってる、方はわかると思うんですが、年会費があるものとないものがあります。その中でですね、年会費がないものを選んでください。今は年会費がないものをね、カードもいっぱいありますので、年会費がある、例えばですね、まあ、この NTT グループカードなんか7700円もらえるんですけど、やはりこれは年会費がついてるんですね。はい。なので、この7700円が入るということなんですが、ただ、年会費持ってると結局、いずれマイナスになってしまいますので、年会費無料をぜひお勧めしています。はい。例えば、この Yahoo さんですね、Yahoo Japan カードに、関しては5000円のね、キャッシュバックってなってますけど、ここも F さんも年会費無料なんですけど、これはね、キャンペーンですね。ポイントアップキャンペーンということで、たまにこう、運が良ければ、こういったキャンペーンにも巡り合えますので、はい。ぜひ、このクレジットカードの、申請、ぜひ行ってください。これはおすすめですね。はい、今ちょっとトップページに戻ります。あ、ちょうど出てましたね。これはちょっと今回、今日はね、9月11日ですので、この9月11日時点では、この Yahoo Japan カード発行が、こう5000ポイントね、つくということで、いいですね。これ、いいな。はい。例えばですよ、まあ、クレジットカードのね、ちょっと作れないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、それでも諦めてはいけません。はい。
例えばこの FX、仮想通貨、先物取引。例えばね、この FX の口座を開いて、取引をすることでキャッシュバックがあります。でもね、FX ちょっと怖いなと、ね、なぜ投資なのっていうふうに、感じる方もいると思うんですけれど、これあの、やり方が、ありまして、でもあの、FX を始めてくださいということじゃないんですね。はい。この FX の口座を開設して、あることをすれば、このすごいですよ。1万8000円です。1万8000円キャッシュバックしますよ、ということなんですね。口座開設プラス取引ということです。FX ね、多分未経験の方がほとんどだと思うんですけれど、はい。この口座開設、まあ、銀行の口座開設と、やり方は似てるんですけれども、新規の口座を開設して、申し込み日から60日以内に初回、一括5万円、そして新規1ロット以上取引完了ということで、まあ、この1ロットというのは専門用語なんですけれども、要は申し込みをして、この60日以内にですね、この dmm.com の方にログインして、そして5万円を入金すると。ええー、と。宝くじと詐欺じゃないか。はい。でもね、この5万円を入金はもちろんするんですけれども、この5万円を入金しないと、この1ロット取引っていうのができないんですね。はい。もう今簡単に説明してますけれども。ですけれども、この1ロット取引というのはですね、5万円入金して取引を開始しますとして、ただその後すぐにですね、もうこの取引をやめてですね、すぐこの5万円を引き出すという作業を行います。ですので FX を始めるというよりは、本当にこの既成事実を使うという、作るということなんですよ。口座開設、そして60日以内にこの5万円を入金して、この口座に入金して、1回1ロットの取引をする。そしてその後すぐ引き出すんですけれども、もちろんこの FX というのはね、この為替の変動がありますので、例えばすぐに、出金、ね、お金を引き出したとしても、まあ、例えば手数料も発生します。そして、この為替の変動で、ちょっと時間がね、数十分、数時間過ぎたときに少し変動する場合があります。ただ、それでもですね、本当に、ね、ちょっとした時間の、しかこう入金してませんので、すぐ引き出せばですね、例えば損をしたとしても150円とか、200円とか、500円損することはないっていうふうにね、こう経験者からも聞いてますので、私も、100円ちょっとぐらいですかね。あとは、出金の手数料なので、ただそうすると、この1万8000円がですね、返ってくるということなので、十分自己アフィリエイトとしてはすごく利益率が、高いものとなりますので、はい、こちらの方もですね、ぜひおすすめです。もし、わからなければですね、私、宝特区の LINE アットで質問していただければ、全力でお教えしますので、はい。さあ、でもやっぱりね、FX ちょっと怖いなと。投資系はちょっとね、全然経験がないから怖いなという気持ちもわかります、はい。僕もそうでしたので。そういった場合ですね、おすすめしたいのが、例えば美容エステ。これも結構おすすめですよ。僕は結構、何でしたっけ。EMS、業務用の、医療用の EMS って筋肉を、ね、電気で刺激するやつを受けたりとか、あと足つぼを、ね、ほぐしてもらったりとか、それでいて実はプラスになるっていう、お金が、ね、プラスになるっていう、無料で受けられるものもあるんですけれど、ものによっては、むしろお金がもらえるっていう案件もあるので、はい、この美容エステですね、この e パークさんすごくおすすめです。はい。ここに書いてあるんですけれども、ウェブ予約。これ気をつけてほしいんですけれども、電話予約だと、反映されません。はい。ウェブで必ず予約してください。そして実際に来店して、施術完了した時には、1250円が返ってくるという。はい。例えばですけれども、ですね、ものによって初回無料のが、ね、エステが。あります。その初回無料に行って、予約をして、来店をして、施術を完了したら1250円がもらえるんですね。すごいですよね。自分がほぐしてもらって、1250円もらえたらすごいラッキーですよね。じゃあ、例えばですね。
僕はまあ沖縄に住んでるので、ちょっと沖縄地区で住んでます。この辺り、自分のね、近所、まあ、東京だったら東京、大阪だったら大阪のね、近所で探してみてください。まあ、いろいろありますね。まあ、実際沖縄ですとそこまで絶対数は大きくないんですけれども、はい、いろいろとね、ありますね。この中では、実際はですね、予約はオンラインでやっていただいて、例えばね、無料のね、体験ができますかとか、そういった問い合わせは、まあ、電話で、もちろん行って構いませんので、こういったエステですね、そういったものをこう活用して、ぜひ、このポイントをアップしてくださいね。日々の疲れ、癒せると思いますし、まあ、都内の案件とかだともっとたくさんありますね。沖縄だとちょっと数は少ないですね。東京の銀座あたり。めちゃくちゃありますね。やっぱりね、銀座187件ありますね。はい。ということなので、必ず、皆さんにね、あったところが見つかりますね。見てください。たくさんありますので、こちらを探して、お住まいの地域のベストをぜひ行ってみてください。あとはもうサービスは本当たくさんあるんですよね。あとおすすめなのがこの保険のですね、資料請求があります。本当に資料を請求するだけですね。で、お得なのは、そうですね。まあ、この保険相談なんかもすごくいいですね。6000、初回、まあ、これ面談ですね。これ面談完了ということなので、保険の見積もりもかなり、案件としてはすごく高いです。ただやっぱり向こうもですね、しっかり保険に入ってもらいたいなっていう、ことでこちらに載せてるので、結構生半可な気持ちでいくと見破られてしまいますね。はい。僕はまだ見破られてはないんですけど、そういった方がいたので、この保険の面談もね、本当に自分が、実際、まあ、保険って大事なものなので、必要なものなので、見直しを兼ねて、保険の勉強も兼ねてということで、実際行ってみると、得られるものがたくさんありますので、って火災保険、例えばね、火災保険で、こういうことまで直せるのとか、いろいろとね、本当勉強になることがありますので、勉強して、なおかつ、ね、収入になるっていうところは、すごく、いいですよね。はい。あとは実際ね、皆さんの、あなたがですね、ぜひ、ハピタス登録して、確かめてみてください。これはですね、オンライン銀行、ネットバンキングですね。ネットバンクの口座開設でも850円がもらえたりしますね。楽天銀行も600円、今もらえますね。はい。僕は、全くこういうの通さずに、ね、いろんなもの登録してたことがあるので、今結構重複して、ああ、もったいないなというところなのでね、ぜひ早めに、始められるのをお勧めします。はい。そしてですね、この、ハピタスなんですけれど、一番何が、いいかというとですね、こう紹介制度があります。はい。紹介制度があるんですけれども、ちょっとね、いわゆるこのお友達、ね、友人ですとか、また自分自身で持っている、これですね、口コミ紹介で貯めるっていうところなんですけど、例えば、まあ、ブログホームページで紹介っていうページを開くと、こういった URL、あ、そうそう、この、テキストリンクですね、そういったものが出てきます。こういうふうにバナーも選べるんですけど、こういったものをこう、コピーして、ね、あなたのブログやホームページ、あとは SNS とかね、貼り付けて、ここから登録すると、例えば、あなたのこう紹介という形になるんですね。
で、あなたが紹介した方がですね、こう、ポイントをこう増やしていくとですね、その、紹介した人数に合わせて、紹介料がもらえるんですね。この紹介のところ、どこだったかな。ですので、お小遣い稼ぎをね、したい人って、やっぱりたくさんいると思うんですよ。お友達でもいいですし、家族でもいいですし、ね、兄弟。そういった方たちにね、教えると、ありがとうって言われることがもうほとんどですね。はい、ここですね。特典ですね。はい。例えば、ハピ友と言われるんですけれどもね、ハピタスの紹介した人はですね、ハピ友を一人紹介すると、あなたに100円が入ります。はい。そして、ここですね。ハピ友がね、貯めたポイントの10から40%を毎月5日にプレゼントという。どういうことかというとですね、紹介人数に合わせてですね、この特典、この、ハピ友ポイント率というのが変わるんですよ。一人紹介した段階ではですね、まあ10%なんですけれども、これが例えばもう3人になるとね、25%というふうになるんですね。なので、紹介者を増やしていって、実際に今私がお伝えした、この自己アフィリエイトの方法をですね、教えてください。はい。この教えるというところがすごく、ポイントなんですね。で、ステージアップ条件っていうのがあるので、この当月の有効ポイント数、またはハピ友ね、人数ということで、これをひたすらというかね、達成すればいいんですけれども、例えば自分がやったことをそのお友達に教えると、すごくすんなりいきます。例えばあなたがクレジットカードを使って、まあ、5000円以上のね、キャッシュバックをもらった場合、それをその友達に教えるだけなんですね。で、その友達をどんどんこう増やしていくっていうことなんですけれども、これは本当におすすめですね。例えば、あなたが、ね、真剣にブログを書いていたり、まあ、YouTube でもいいんですけれども、そういったこの SNS を使っては発信していく。その発信していくことで、あ、こうやってみようっていう、人がこうどんどん増えていく。そうすると、これはもう、まあ、可能性としては、ね、1000人、1000人増やすこともね、もちろん可能だということなので、はい、僕は全然まだそんなに友達は増えてないんですけど、はい、ですのでね、ぜひこの動画を見た方、動画の下に URL を貼っておきますので、ぜひ宝トクトから登録してください。そうするとあなたに、ね、まず30ポイント入りますのでね、普通にただハピタスを検索して入ると何もつきませんけれどもね、僕経由で行くとまず30ポイントが入ります。よろしくお願いします。はい、さあ、今ここまでね、ざっと、説明してきたんですけれども、実はですね、本番はここからです。はい、このハピタスの、自己アフィリエイトですね、のステップアップというものをぜひお伝えしたかったんですね。で、まずはですね、ハピタスの仕組みを理解します。今日あなたはこのハピタスの、まあ、存在とやり方というのを分かったんですけれども、この動画を何回かね、見直していただいて、で、このハピタスがね、どういったもので、どういうふうにすればポイントが入って、もちろん現金にね、換金したり、例えばギフト券にしたりとかもできますので、そういった仕組みをまず理解してみてください。そんなに時間はかかりませんので、自分で楽しみながらできます。はい。そして2つ目、自分でやってみる。なぜ自分でやってみるかというと、こう自分で稼いだ実績を作らないと、やっぱ人に教えられないですよね。僕も実際いろんなポイントサイトをやってみて、いろんなサービスを受けてみて、本当にキャッシュバックがまあ早い遅いっていうのはあるんですけれども、確実にね、ノーリスク、もう自分からも元では全くゼロですね。ハピタスも登録無料ですし、そこから2万円、3万円、頑張ればですね、例えば、クレジットカード、FX、そういったものをこう積み重ねていけば、10万円以上、中には20万円稼いでる人もいましたね。はい、もうすごい、すごいですね。実際に実績を作って、で、そこでこの3つ目、これ人に教える。これがとても大事なんですよ。実際この1番と2番までっていうのは、まあもちろん誰でもできますし、これは、作業系になりますので、まあ、普通に考えると、例えば、まあ会社員としての立場で、私が教えたことをそのままやるっていう、ね、
ところなんですけど、この人に教えるっていうのはもう経営者的な思考になってくるんですよ。はい。例えば、口コミやブログに紹介 URL を貼って紹介をしてください。そして、今回僕はね、僕のようにやり方の、ね、動画を作って人に教えた方が、いいです。はい。なぜかというと、この動画っていうのは一度作ってしまえば資産になります。で、この動画を見ていただいて、賛同された、もしあなたが賛同していただいて、私の方から、こう、アピタスに登録をしてもらえると、まあ、それはもう、ちょっとしたね、権利収入につながる、ことになります。そして、あなたが頑張ってポイントを稼いでいただければ、僕に入ってくるという。そして、あなたもそれ同じことをすることで、紹介者がね、こう、ポイントを貯めていけば、それはあなたの収益になるわけですね。なので、結局、作業だけで終わってしまわずに、どうすればこの収益を継続的に増やしていけるかなという思考でぜひ取り組んでみてください。自分で作業することだけでなく人に教えることでこう、ね、経営者のこう視点に、一度立つことが、ね、できます。そういうことで継続的な収益につながります。はい。まあ、実際ね一度作ってしまったこと動画とかねブログというのは、いつどこでどのタイミングで誰が見るか分かんないんですよね。それがインターネットの、本当に可能性なので、この自己アフィリエイトも本当に自分でクレジットカード一回作ってしまうと一回きりなんですよね。同じカードは2枚持てないんですよね。なので、それをやっぱ継続的にしていく、収益化していくというところが非常に大事になってきます。それではまとめです。はい。ハピタスの5ステップということで、まず今日、あなたはハピタスというものを知りました。そしてね、若干ね、理解することができたと思います。はい。そして実際にもうね、これ楽しみながらやってください。もう本当に、あ、これがお金になるんだって思えばね、もう登録なんかも本当に5分かかるか、まあ、口座開設だと10分くらいかかりますけどね、本当に全然、それで1万円、ね、5000円から1万円返ってくるのは安いもんです。はい。10分の値下げで1万円って時給いくらですかね、すごいですね。はい。そして、これがまあできるようになります。はい。できるようになります。一回やってしまえば本当に人にすぐ教えられるようになります。そしてこの5番ですね。教える。はい。もうここですね。はい。この3番と4番、この3番と4番がすごく分かれ目なんですね。結構皆さん、やるまではできるんですよ。本当に。できるんですけど、このね、4番から5番。できるようになるっていうのはですね、こう、本当に人に教えられるレベルまで自分でこう、分かってくるっていうところです。そして最終的にこの教えるっていうところまで行動できるかできないかが、分かれ道になってきますので、実際想像してみてくださいね。このハピタスをこう、ね、紹介した動画を、まあ、作ったとします。作って、あなたがずっとね、こう、情報をこう、いろいろ発信していきます。例えば、対面する友達でもいいですし、この、発信したブログとかね、それがすごく人が見るようになって、例えば、まあ、500人でもね、こう、あなたから紹介が出た場合、収益はいくらぐらいになるかね、ちょっと想像もつかないんですけれど、本当にそういう可能性を秘めてますのでね、ぜひ継続して、人にね、伝えていってください。はい。そしてね、もしわからなければ、何かこう質問とかそういったものがあればね、タカラトプトの LINE アット、こちらもね、こちら、下の動画のここに URL 載せておきますので、そこから LINE アットの登録もよろしくお願いします。はい。では今回はね、ハピタスの自己アフィリエイトに関してね、権利収入になるんじゃないか、権利収入をこう構築できるんじゃないかという情報をお伝えしました。はい。それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。